はい、ありがとうございます。リューバンドです。大阪から来ました。全然会えへんね、この島根の人たちと。なんででしょうね。初めて来たとこは大概会わないですよね。いやどこも会ってないからこれ。いや最近大阪大手来たやん。ちょっとな、みんな呼んできよった。だんだんフェイントのやり合い最後すフェイントのやり合い。大阪から来ましたリューバンドです。吉本興業成瀬社長と言います。よろしくお願いします。リューバンドのライブ初めての方は、認知症の方がね、ここちょっと出てるんですよ。僕はあの介護のね仕事をしてるんで、よくね目見たらわかるんですよ。目見たほうあんまり怒ったらダメです。こういう人さんが進行してしまいます。はい、ありがとうございます。いつもいつも来てくださってありがとうございます。ここ前のねこの4日に来いって言って指令を出したの、このハイルさんっていう人にね。あんた4日来いやとか言って、私3日なんかチューリップかなんか行くから。あ、ほんでうち4日だった。そう、ほんでうち4日なんですよ。3日にしよう思ってたから、4日に来い、4日に来い。明日チューリップあんの。昨日やって、で3日わかんないってね。島根の人、おらん。はいはいはい、誰もおらんやん。いや、いたはるやん、手上げてはる。え、手上げても何も見えへんから。ほな聞かんねえや。鳥取の人。あ、鳥取の人が多いんや。鳥取の人ばっか、島根の人少ないですね。どっちが都会なんですか。誰が聞く。え、鳥取。鳥取なんかあのコロナの時誰もおらんかったよね。人口少なすぎて誰もおらんかった。犯罪も一番少ないんだよ、調べたら。人口少なすぎて。島根じゃなくて鳥取が、鳥取の方が少ないかな。え、どっちが多いの。島根鳥取。いや、鳥取少ない。あ、鳥取の方が多いんですか。いや、少ない。え、鳥取の方が少ない。え、大阪に近いのに。鳥取はあかんよ、少ない。あ、砂漠があるかね。砂漠はだいぶ遠いで。鳥取でも米子はここから近いで。あ、そう。鳥取砂丘はめちゃくちゃ遠い。遠い、うん、兵庫、ほぼ兵庫県。島根、これ2回目の僕ライブですね。あの、みずほ、ね、みずほで1回行かせていただいたんですけど、ね、バーベキューしてね、山奥へね行きましたね。ありがとうございます。リズさんが来てくれてますわ。あれ、みずほって島根になるの、ね、あれ島根、そうなん、俺広島や思ってたわ。あ、怒られるわ、こんなこと言って、ね、あ、そうですか。鳥取の人やのに島根でライブをしてんの。あ、そうですか。まあほんでも思ったより近かったですね。4時間ぐらい、うん、4時間ぐらいでね、昨日混んでたって言ってたからね、早めに出てきたらもう早着きすぎて。観光してました。はい、あの松江城、うんうんうん、ね、国宝の松江城。その前に昼前で40分ぐらいアイスクリーム食べてる。昼前は何県。あれは岡山県。昼前で俺気持ち悪くなってね、昨日のあのあれ何、マクドナルドのチキンタツタ、昨日のやつ、ちょっと油回ってて揚げ子出ししてるね、昼前。俺今日ライブできへんのちゃうかなと思ったけど、だって休憩したのにすぐ俺運転しとってんけど、すぐ止まってって言って、また、まあ、トイレ行きたいって言うから、まあ、トイレ渋滞やってんな。ずっと待たされて、俺ケツキューって閉めて。今日ね、あの風見が乗ってたからね、ここで俺うんこ漏らした。絶対あかんと思って、キューって思いっきり広がるで、SNS で。めっちゃちっちゃいね、あれ。トイレ3つしか入る。めっちゃ並んでたな。並んでて、もう、ぐーって耐えたよ。耐えました。それで吐いたんやな。ね、では、で次はそういうバラードを。そういうバラードや。どんなバラード。バラードは次。2曲なんですけどね、バラードね、次は、翔吾さんにしては比較的早い、2004年ですね、最初の歌がね。ハブはナイスライブやったから。
誰見てそういうアルバムね。2曲目は、1978年マインドスクリーンのね、それは一番古い曲やね、ね、うん、2曲続けて聴いてください。踊ってもいいよ。ワン、ツー、スリー。